ハワハ。木から全部違う草が生えてる。かわいいね。32番。お品書きをご用意しております。でもやっぱり地元のあれなんですね。朝食でご用意しております。ではいただきましょうか。いただきます。味わうって感じ。あ、いいですかね。今日詳しい話聞いてないんですけど、焼き物のあれとか多分行くんですかね。行かないのかな。いただきますでございます。面白い空間だった。まあ、部屋の真ん中にこれありましたもんね。あった。ね、部屋の真ん中にあのタワーの柱がね、ぶち抜いてあるんですよ。鉄骨がね、鉄骨がズボーンって。おはようございます。2日目。昨日泊まったホテルはあれでしたね。そうだね、すごいよね。テレビ塔、電波塔、電波塔の真ん中にあるホテルで、うん、今日はですね、いつもお世話になってる板垣響先生が途中から合流するということで、はいはい、超楽しみだね。もう何やるか知らされてないの。初ゲスト、うん、どこで合流するのかもよく分かってない、はい、なのでまあ午後は、岐阜方面に向かうんですけど、午前中はちょっとどっか名古屋市内、あ、名古屋市内ってことなんですかね。この近隣をどっかブラブラしてから、うん、迎えたいと思います。はい、はいはい、ではじゃあ行きましょう。昨日ほら残念ながら大雨だったんですが、雨だった。そう、まあだからまあね、なんか室内で過ごす理由はあるかなと。なんかさ、街をぶらっと歩きながらとか、うん、そういうのなくていいの？まあだから今から神社。あ、そう。はい。まあね、もとこさんもでもほらなんだっけ、カパピッタって言ってたじゃないですか。はい、ピッタミって出るんですか？あ、めっちゃ出てませんか？え？あ、ゲームにハマるとかとか？とか。そうだし、でも昨日って結構僕ね社内で言った記憶があるんですけど、そのなんか全然覚えてんのそれで、先生術とか多分いろんな諸々のあれをこうデータを組み合わせて作ったオリジナルの、うん、なんかそういう自己分析ツール、あ、賢者オーラだから僕と同じだ。賢者オーラで知りたがりで好奇心旺盛のファーストペンギン系。ファーストペンギンなんだ。はい、ファーストペンギン、生贄っぽい。生贄じゃない、生贄っぽい。ファーストペンギンってあれで、もう一番にピョンって飛んでいく、落ちてみるとかそういうことでしょ？で、ちょっとそれ飛ばしますけど、はい、宿命スキルが速攻集中、必殺スキルが命に変えても、ノーマルスキルに入ってくると、磁力コネクター、沖の向くまま、宇宙人の翻訳家、資産家の際、リーダーの風格、魔法の杖と出来すぎ。ちょっとバーッと飛ばしますけど、パワースキルがネタ帳、リスクマネジメント、宇宙銀行、速攻集中です。なんかその速攻集中系やっぱなんか多いです ね、 おいおいね。壁にぶつかりますけど、うん、傷とか多いかもしれないけど、そのスピードで行った方が自分の人生がうまくいっていうか、いい高回転な気がします。いやでも本当にこのね、それを今おっしゃった内容そのままが、うん、このウリアのこの知りたがりで好奇心旺盛ファーストペンギン系っていうのに全部書かれてるので、うん、もう本当によかったら後で見てください。ああ、のとこさんでも新しいもの好きですか？新しいもの新商品買ったりします？それはねないんですよね。うん、じゃあそれを今度やってもいいかもしれないですね。そうなんだ。保守的にはでもそんな感じですよ。ハーゲンダッツの新しいの買っちゃったみたいな、そんなの全然 OK なタイプです。そのほら新商品はともかくさ、俺たち誰も気にしてないのにあれやりたい、これ行きたいとかすぐ言うよ。うん、そうだよね。その辺なんか双子だったんですね。でものとこさんだけですかね、もしかしたらなんか内々で月星座水で持ってるのって。水、うん、魚座じゃないですか。男、ねうん、さんだけかな、もしかしたら。月星座は、はい、水属性の人、大まかに言うとどういう感じですか？まあ、なかなか一言で言いづらいんですけど、でも、なんだろうな、まあ、秩序はあんまないかもですね、うん、秩序はないけど、エモかったり、なんか優しかったり、なんだろう、そうやってこう、なんか場を和ますとかがあったり、なんか緩めるとか受容するとかがあったりっていうのはあるんじゃないですかね。感情の波みたいなものを起こさせるのが、まあ、水星座ですよね。で土とかが強いと、え、何意味あんのみたいな感じになりがち。僕月が大牛だから、まさに僕そうなんですよ。土、うん、僕土です。はい、久しぶりだな。
神奈川の神奈川神社の時もそうですけど、はい、こういう参道好きです。あ、いいですね。うん、明治神宮とかもね。うん、おー、本当だ。すごい。わー、すごいね。千年以上。へぇー。工房大賞っていう。伝わんないね、これね。写真じゃ。このわはわは。木から全部なんか違う草が生えてる。私はいつもマザーツリーって呼んでるんですけど、この地域の一帯のこう植物のお母さんみたいなバイブレーションを持ってて、こうなんていうのかな、この根を通して、ま、界隈の子どもたちに、界隈の小さい植物たちに、こう土からの栄養のうまい補給の仕方とか、あとはなんだろうな、免疫みたいな免疫システムの方法とか、そういうのを情報として伝達しているのがマザーツリーと言われていて、だいたいこう神社の御神木っていうのはそのマザーツリーというものがなんですよね。でここの松田神宮のマザーツリーはもうちょっとなんかうわーってして止まっちゃうぐらいすごくいいです伝わらないので、ぜひ皆さん来てみてください。でマザーツリーっていうだけあって、お察しの通りファザーツリーもいるんですよ。母だからファザーもいて、ここにある木がファザーツリーなんじゃないかなって思う。でファザーツリーはもう周りの外敵とか害虫とかと戦う方法とか免疫システムもそうだし、自分たちの種としてこう守るようなものを、なんだろう、ネットワークをこう 根でコミュニケーションを取りながら植物はそういうのをやってるって言われてます。一人旅番組みたいな皆さんはどちらの神社が好きですか？コメント欄に教えてください。なんか私が考える神社って、さっきのマザーツリーとファザーツリーの話なんですけど、もうそもそも神社っていうのはまあ人が当たり前だけど建てたじゃないですか。そもそも人が建てるに至ったその土地っていう場所には、やはりそのさっき言ったマザーツリーが存在していて、マザーツリーがある場所ってすごくバイブレーションが軽いんですよね。軽くてすごく母なる大地とかこの地球のバイブレーションとすごくシンクロしているバイブレーションが強くて、だから先人の方たちはそのマザーツリーがある場所っていうのをまあ直感的にもないし、そういう感覚が鋭い人は知っていて、そういうのを見ながらこう神社を建てる場所を決めたんじゃないかなって思います。近くにね、ちっちゃい神社とか皆さんの町にもあると思うの。そこにはこれは御神木ですとは言ってないと思うんだけど、必ずこのね境内の中を見ると一つだけね、一個だけこうパンとこう 目立つというか、こう大きさも物理的にもそうだし、なんかこう丸ちょっとこう根から生えているところが丸っこくて、こう力強い木が必ずあるんですよ。どんな小さい神社でも、それがマザーツリーです。富士山を発見しました。あ、富士山発見するとなんかレベルが上がる。そう。ポトコはレベル3になった。あ、すいません、レベル2だったらごめんなさい。2だったらしいです。てる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 って感じ。はい、どうも、ゆうじです。まさかの。じゃあ、お参り行ってきます。はい、はい、どうぞ、いってらっしゃいまし。ここのなんか星型の絵も気になるんですけどね。かわいいね。かわいいね。32番。3番。
私初めてなんですけど、あ、半吉っていう、はい、僕中吉、半吉っていうだ、もう初めて見ました。耐えることなく励めが必ず、マジ病気軽くない用心せよだって嫌だですね。嫌だですね、嫌だですよ。何なんだろう、マジか。嫌だですよ。周囲に理解されず心身に不安が生ずる。なんかこの曲厳しくないですか。厳しいですね。旅行控えよ。あ、解散。チョッキーでお願いします。こんな感じで、ぐるっと回る。小道、友人車とかあって。行こう。あえてちょっとまあ下道でのんびり、はい、到着は12時半ですね。12時半、1時間半ぐらい行ける。岐阜へ。目的地不明。ポイント X。はい、ポイント X。もう確かに元子さん一回ゲームにハマると本当にハマっちゃうんですね。すごい分かりました。そうですね、今回の感じで。そうですか。あの、はい、これですか。今そうだし、なんかいろんな会話になっても結果ゲームに戻っていく感じが。いや、ゆいさんだってそうですよ。いや、なんかないですよ。なんかないですよ。いやすごいなと思いました。さすがグレンコンゴハウス、ね、そっか、エンタメもうプレイヤーですから、ね、プレイヤー、はい、で賢者オーラは全体の何パーあったかな、10何パーぐらいなので、うん、さっきほらもとこさんがファーストペンギンじゃないですか、うん、僕はターザン系です。へえー、はい、自由で最強、うん、めっちゃピッタミが強いですよ、ね、うん、ピッタミ。もとこさん結構だからスピードキングっぽいのがやっぱ多いですね。ですね、うん、風70何パーなんてありますね、うん、自分の前のめりになることに関してとことん知りたくなり集中する能力、高度なフォーカス機能により対象にすぐピント合わせて集中する。あ、ヒデさん勇者タイプなんですね。勇者のんびり、勇者のんびりオーラの知りたがりで好奇心旺盛のファーストペンギン系で女子です。あらららヒデさんはね、特殊スキルがあって天の声を聞く能力ですね。あら、天の声で、井出さんの必殺スキルはビジネスとお前らのためにです。で、土台作りの達人と、うん、とかもえはたもほらすごい、それまさに、ね、そう、すごい仕様みじゃないですか、うん、あと、資産家の際、この辺はでもやっぱりね、2ハウス見が多分すごい強いんですよ、うんうん、不動心もそうだし、うんうん、この辺とかほらまさにライジングスターとおせいじゃないですか、うん、不動心はないね。でほら遊びの方って言ってるぐらいだから、うん、面白さも入ってるし、うんうんうん、で始まりが好き、個性の達人、うんうん、あと先を見通す目、あと能天気というパワースキルがある。パワースキル能天気というか、能天気は自覚あるよ。俺だいぶ楽観的だと思う、うん、楽観主義的というか、うん、ゴルフするのかな。分かった、鎧着てゴルフするんだ。あり得る。ガシャン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 。あともうちょっとで岐阜県入りますね。じゃあそれでさ、何県目だ。神奈川行って、うん、静岡、うん、で愛知、岐阜県、4県目ですね、うん、東京。あ、日本橋から行ったもん、うん、そうか、はい、東京もあるから5つですね、都道府県、うん、こういうことでもないとこの辺って来ないですよね。初ですか。いいですよ、この辺は初かな。多治見はありますけどね。本田でございます。近いみたい。どうも皆様、本田でございます。エンドハルバ田舎まで、いい、皆さん何も知らず、はい、そうですか。もうなんか俺の大胆予想は、はい、実家だと思ってるの、はい、実家で、あのなんかお茶がもらえる感じ。なるほど、実家ではございません。違う。で、実家でみんなのランチを仕込んできたので、それを食べます。すごい、すごい。それどこで食べる。それはすごい、想定外。